はい、皆さんこんにちは、ナッチでございます。今回はスピカでデビルラッシュに挑むんですけど、今回のパーティー操作時間延長がゼロということで、やばいねやばいね、なんとかなるんじゃないのかなっていう、その戦法すら通用しない気がするんですけど、その前に三成さんにモクピー加えしたいと思います。モクピーめっちゃ買ったんで5体加えしちゃいます。ちょっともったいない気もするけどね。あ、そうか、これお気に入り解除して、お気に入り解除して、まあまあ北斗の旅とかも余計だしね。村子でロボットフェス来週ぐらいに重なったらまだモクピー買うチャンスあるんで、いっぱいストック欲しいんだよ。裏テクは早う出せやマジでそれ思いません？裏テクはマルチダンジョンで復活予定ですって、今消す意味あるって僕ずっと思ってますから。復活予定でありがとうございますってなるけどさ、え、なんでじゃ今ないの？セコリにあっても良くないと思うんですよね。そんなにさ、バランス崩壊しなかったじゃん、裏テクって。P 出会うのにさ、5日かかる時もあればさ、まあ、1時間で落ちる時もありますけど、そんなにさ、見合った苦労があったはずなんだよ、モクピーをゲットできるね。なのに何をやっているまあまあまあいいや、とりあえず今はね、P 不足解決してるのでいいんですけど。はい、じゃあ天魔界行きたいと思います。一発で勝てたら奇跡だと思ってください。列なんでね、列で操作延長ないんでね。で、君だね。スキルが溜まってないんだな。うわー、全然溜まってないな。みんな1個持ちだもんね。 4個しかないんだ。じゃあ耐えていくしかないですね。そうだね、スピカが毒もお邪魔も消せるんで、ドラゴンゾンビ戦には非常に相性がよろしいかと思いますHP もちょっと少ないな。いや、回復消すのは効いてない、マジで回復消すのだけは効いてないわ。まあ言ってくれるとも思ってないんですけど、お邪魔と木を消します。5個消ししてお邪魔。なんで5個じゃなくなっとるんだ倒すしかねえな。いや、倒せるかこれ。5個とかいうすごい中途半端な数かといって、一発目から負けるのも個人的には納得がいかないんで、アルテミスを使うしかないと。5プラス列を組めば僕らの勝利です。まあまあ、でもいけそうな盤面ではあるんで、ちょっと何も考えずにこれでいけるっしょ。 OK、 とりあえずここは突破できましたね。はい、で次にブラックアウトしたらもう完全に終わり。ハイヨル混沌来たら終わり。ハイヨル混沌、ヤルラドホテプ、積んだかな積んだかな。これはちゃんとフラグ回収するもんね。我ながら素晴らしいと思っているこのスキルは。いや、ワンチャン耐えれるんじゃね。デビルラッシュって闘技場と一緒でしたっけ？なら無理かもしれんけど、全回復してからやるべきことはやった。ダメですね攻撃タイプのね、オフ会なんでね、ちょっときついですわ。まあ一回目はこうなるの分かってた。ドラゴンゾンビが回復を消した時点でなんかそうなる気はしましたね、僕は。あ、これもダメですな相馬灯が見えました。今度は木を消しますか。そうですか、嫌がらせしかできないようですね。毒がやっと降ってきた。ここ相手に3点なのかな。敵が2の時にスピカ使っていけばいいと思うんで、次でスピカ使えばいいんだね。いや、回復してからの方がいいかな。こいつ別にね、後半になったからといって毒生成かお邪魔生成か変わるだけなんで、そうするか。もう一旦耐えて、ちょっと今度はすごいんだけど、あー、どうだ、アルテミスの方がいいか。いやでもお邪魔の毒も消えるんだったらスピカでいいね。スピカ使って、さっきと同じく5組みながらもできていきます。ただ前回とは全く違ったパズルなんですね。じゃあ下でとりあえず5組じゃいましょう。これ5組で列組んでさらにウェイ OK、 ここはとりあえず突破したと思う。次にワンちゃんならもそのままスピカ変換で、その今日あるならスピカでドスコイ。デブメタ君ならフレイヤー使ってドスコイ。ハイヨルコントン、デブちゃんだとさ、ルーンエンハンスここで使わないといけないんだよ。まあ仕方ねえか。お邪魔作っていいですよ、木以外なら。木と回復以外ならお邪魔作ってどうぞ。作らないんですね。作れって言ってんのに作らないんですね。こっちが作れと言ったら作らないんですね、あなたは。そうだな、もうちょっと欲しい。列なんでね、今回は。前回みたいに多すぎるやんこれっていう方が嬉しいんで、前回と違って。もうちょっと欲しいけど、回復もそのうち消さないといけなくなるしな。アルテミスとスピカを使うっていう手もあるんですけどね。
テミスからのスピカでもいいかもね。テミスピカ、テミスピカでいきます。テミスピカしてのルーンエンハンスでヘイストしていく。下で5個組みやすそうなんで、5列ウェイ、5列ウェイでいきます。ちょっとあの光とな、水とかどうにかしたかったな。 OK、 列だとね、列だと逆に平均的に火力が出るんで、そこが案外良かったりもする。ここは暗闇がめんどくさいぐらいでしょうか。しばらく耐えていきましょう。意外と操作時間があるんだけど、誰もついてないってことは、今さら4秒に慣れてきたってこと？遅すぎるだろ。何年パズドラやってんだよ。4年近くでしょ、もうパズドラって。3周年。ね、今年の2月ぐらいにまた4周年ですよね。だから 4年近くやってきて、3年半ぐらいでようやくパズルに慣れ出す男って、やばすぎ。なんか作らなかったっけ、こいつ。冒涜されたらそれはそれでもうおしまいな気がするんですよね。かといって回復が枯渇するのもあまりよろしくない。どうするべきかな、ここは。アルテミスはなんか案外あっさり帰ってくるんで、これ。おい、素晴らしい。難しいな。アルテミス帰ってきてから変換して倒すって感じか。それでいこう。結局テミスちゃん君なんだ、君が必要なんだ。アホじゃないの。アホじゃないの。アップね、ギリギリ、超ギリギリあれですね、これ。あれになってないね。じゃあここはもう毒1個だけ残してでも仕方ないんで、スピカテミスでいきましょう。テミスピカ、テミスピカ、これで、ここにウェイがあるんだよな。これがすごい中途半端なんだよな。で、上に列を持ってったとしても1個泥鏡1個足りないんで、下のこういう3のままにして上で列組んでの 2way って感じかな。ここの闇をね、水をきれいに並べたかったんですけど、諦めるしかなさそうですね。せめて水分けしましょう。足りたやん、足りたやん、つながったやん。ここ消ししたっけ、そういえば。してないよね。何をやっとるのかなぁ。まずいね。誰が見てもまずいって状況はわかるでしょう。いや、だがしかし、いや、だがしかし、敵の行動パターンが変わらないということで、ダメージがただでかくなったんだな。それがやばい。火事場のクソパズル、火事場のクソパズルで何度かここ乗り切り、倒すレイ、9000必要でしたね、体力が。体力9000必要だったんで、ここさえ耐えりゃいいから5個消しした方がいいやな、そりゃ。ここさえ耐えればいいから5個消しをした方がそれはいい。次、三成が何か使っても最悪ね、突破しちゃえばいいんで。5個消しきついよ、これ。いけるかな。いいね、 1.11 倍、結構頑張った。ダークネスミストなんだよね。事態はあまりよろしくない模様、状況はあまりよろしくない模様。三成使って磨いて、で、三成使ったら積んじゃうんだよな、その先が。だからこれ回復、スレイの威力を覚えていない。カウントダウンさせるという手があるんだ。そういえばカウントダウンさせるか。アストロチャージからのアテナの泥鏡したら5個消しぐらいできるんじゃねってことから、カウントダウンを狙いましょう。なかなかない戦法使ってんだよね、相変わらず。あ、だいたい木の位置は見えた。ここに5個あるんだ。なるほど。木少ねえな、木少ねえな、これ。5-3 しか組めんやん。いけるかな。とりあえず磨こう。
そうだよ、半減とかで、ちょっと待て、水谷使うしかないわな、こうなったら。そうそうそう、若干半減チックなことができるんなら回復適当に消して耐えればよかったと言おうとしたら生きてましたね。いや嬉しい、嬉しいっていうか、この今生きてることを大切にしなければいけない。次の先生に耐えるためにも、下で生きてつくみます。こう言ってこう、ああ回復がずれてしまった。先生耐えれるか、貴族生じゃないし。あ、カウントダウンじゃん、ラッキー。でここでごこげしして絶対に倒せよ、ナッチ絶対にやれよ。オッケー、三成はもう仕方ねえな、諦めましょう。こいつ重いんでね、2ターン変質してくれる代わりには逆に自分のスキルが重たいので仕方ないよ。うん、ゴッドラッシュとは違って難易度が高いというか、やっぱりツーウェイの方が向いてますね、このパーティーは。はい、じゃあですね、いい感じに泥行があるんで、ここもドスドスドスってやっちゃいたい気持ちはあるんですよね。まあ、三成帰ってこないと踏んだらもういいか、やっちゃっても。うん、全開しておきたいっていう気持ちはあるんだけど、まあいいや、とりあえず減らそう。ワンパンはできると思っていないんで、列プラス5個ですね。はい、行きたいと思います。ここでこう5個引くんで、水消したかったな。毎回そういう粉み感で終わる。お、いいね、ちょうど水になってくれまして、であとは降ってくるドロップでなんとかしたいね。そうしようか、5個待ちましょう。消していく、降ってくる、消えていく。割と減ってる。プレイヤーがバインド。でもこれ次でいかなかったらもう負けちゃうからさ。くー、プレイヤーがひたすらバインド。どうしようかな、じゃあ。ね、ここで倒さないと負けるんですよ、皆さんもご存知の通り。かといってアルテミス使うとまずい気がするんですよ。ベルゼブブと殴り合うっていう前代未聞のことをしないといけない。なんでアテナ連れてきたんだろう、そもそも。そもそもなんでアテナがいるんでしょうね。そこだよね。5個だけで倒せるかな。無理な気がするんだよな。さっき列が入ってあれだったんで、アルテミスを使うしかないよね。アルテミス使います。でそこで5個組まれてるから、もう5個組まれてるから、上で列を組んで降りてこればいいね。上で列を組んで、すごいね、今危なかった。あそこから入って5個つなげる組み方を今瞬間的に判断できなかったら終わってた。でこれが来るというお話で、これはまあ消せるんですけど、ここでアテナを使っても5個消せないからダメってことだよね。はい、ここから耐久です。ダメージどんなもんかな。ヘルズチャージが1万か、大きいの。ダブル攻撃耐性か、あでも3ターン耐えりゃいいんだ。3ターンほど耐えれれば希望はあるね。オラオラオラが多分やばいと思うんで、どうしようどうしよう。回復するしかないわな。泥鏡が2つの泥鏡を生かして回復ですかね。行きましょうか。いいでしょ、いいでしょ、頑張ったね、頑張ったね。回復尽きたね、回復なくなっちゃったね。危ない危ない、ここで行くしかねえのか。じゃあ三成はたまる、三成がたまるから最悪毒もっぺん沈んどけまでやればいけるんじゃないこれ。
アストロチャージするでしょ。アストロチャージしてルーンエンハンスして、三成次来るから、三成が来るんで次にここで5-4かなんかやっといて、アテナ持ってきて正解だった場面がついに来たじゃないか。アテナがいなかったらこの 2A の火力がねクソだったかもしれないんで、これでとりあえずなんとかもっぺん沈ん時計まで持っていくことにできれば、水なり使って勝てるわけですよ。レッツの意味あんまないな。ルーンエンハンスが強すぎるんだなこれ。いやでも最近こういうの多くていいですね。ヘイストでなんかみんな協力できてる感があってすごい楽しいでございます。モンスターに感情輸入をしてる僕からしてみればすごい楽しいことです。はい、ということで、うん、列はあまりおすすめしません。おとなしくこういうウェイパで頑張りましょう。普通にウェイパでいけると思います。てかこっちの方が全然回復もできるし使いやすいし、ちょっとね難易度高すぎますけど、まあ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 、でも無理に列に押したりする必要もないっていうことが今回分かったので、とりあえずフレイヤー強いとりあえずフレイヤーが強いってことでしたね。はい、ということでデビルダッシュをスピカのレツパでやってみました。まあ感想は今言った通りでございます。僕的にはやはりこちらをおすすめします。以上ナッチでございました。バイバイ。バイバイってなんか棒読み感があってやるよね。バイバーイのがいいかな。バイバーイ